マジ旅チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。マジです。今日はですね、こちら沖縄路線バス周遊パスについて説明したいと思います。個人的に解説していきたいと思います。どういう周遊パスかと言いますと、こちらですね、観光客限定で使える路線バス乗り放題のパスになります。要するにこれ沖縄県の方は使えないんですけども、沖縄県に観光に来る46都道府県の人たちが使えるパスになります。でこれが現物なんですけども、1日乗車券、今回の旅で使ったのがこの1日乗車券ですね。で前回使ったのは3日分の乗車券使ったんですけど、今回は1日乗車券ですね。でこの乗れるバスが決まっております。琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東洋バス、この、4社の運営する路線バスのみ使います。4社のバス会社の路線に乗れるんですけど、でもほとんど沖縄本島でしたら、それほとんどこと足ります。ただ乗れないバスも例外がありまして、高速バスだったり、この4社以外のバスですね、国頭送迎バスとか、対応してないバス会社もありますので、そこは乗るとき、確認してみてください。ただこの基本この4社のバスでほとんど沖縄のいろんなところ行けたりします。で沖縄周遊パスなんですけど、この1日券と3日券あります。1日券が1人ですね、2500円で、3日券が5000円になります。1日券だと2500円ですね。なので1日2500円以上路線バス乗れば元値が取れちゃうっていう大変お得な周遊パスです。3日券だとこれ5000円になるんですね。だからまあ3日間で5000円以上乗ればもう余裕で元値が取れます。でこれどういう人におすすめかと言いますと、まあ、この1日券2500円なんで、例えばですね、那覇のバスターミナルから、沖縄北部にある名護ってところですね、名護のバスターミナルまで、路線バスだけで行くと片道2時間20分とかそのぐらいですかね、かかるんですけど、片道1940円で乗れます。これもちろん乗り換えなしなんですけども、名護まで1940円なので、要するに1日で、那覇から名護を往復してくれば余裕で元に取れちゃいます。で、3日券ですね、5000円で3日券だったら、まあ那覇から名護を往復して4000円、あと1000円別日に乗ればもう一発で元に取れちゃいますんで、これ要は、どういう人におすすめかって言いますと、レンタカーとか乗らない人、乗れない人、かつ路線バスで旅するのが好きな人に、おすすめの、沖縄巡る時におすすめの周遊パスになります。なので一応これ高速バスは乗れないんで、高速バスで早く移動したいって人はちょっと向かないかもしれないんですけども、一応高速バスで美ら海水族館とか本部の方までね行けたりもするんで、高速バス往復使う人はちょっと、まあ、元で取れないかもしれませんが、もう路線バスでひたすらゆっくりのんびり行くって人はもう絶対こっちの方がお得ですので、で何がいいかって言いますと、もうちなみにこれが、今回使った1日券なんですけど、こういう日付が買うときに打たれますので、もうこれ、運転手さんに乗るときと降りるときに見せるだけで OK ですので、もうなんか両替だったり、なんか沖縄の IC カードとかチャージしたりとか、そういう煩わしいこと一切ございませんので、これ持ってるだけで、スムーズに旅ができますっていうこう利点もあるんですね。もう路線バスでたくさん乗る人、あとはもう名護の方を行って帰ってくる用事がある人は、もう路線バスで行く人はこれ絶対この周遊パス買った方がお得です。さらにもう本当に市街地とかもね、那覇市内とかもいろいろ気軽にバスで移動もできたりしますんで、結構これほぼほとんどの路線って言っても過言ではないぐらいいろんな路線に乗れますんで、大体その主要都市間は移動できます。那覇から、糸満市の方もそうですし、あと沖縄市、うるま市、名護市とかあっちの方も、北部の方もね、あと浦添とかもそっちの方も、バスで行きますんで、であとこういう沖縄本島バスルートマップ、こういうの見ながら
ね、試しても面白いと思いますので、ただですね、これ沖縄のバスってやっぱりその沖縄ってそのモノレール以外の公共交通手段ってやっぱこの路線バスだけになってしまうので、なのでやっぱその夕方とか混む時間帯はすごく遅延しがちになりますんで、タイトなスケジュールにしちゃうとなかなかバスが来なかったりして、ちょっとね、旅が思うように行かなかったりする可能性もあります。逆にもう バスもう5分前に行っちゃったんだ、どうしようって思ったらもう5分10分前でバス来たりとか、そういうこともありますんで、なので余裕を持って旅してください。のんびりと旅をしてください。でですね、これどこで買えるかって言いますと、何箇所かあります。那覇空港観光案内所ですねが一つ、あと、沖縄観光情報センター、また路線バス各社指定の営業所ですね、那覇バスターミナルや名護バスターミナルなど、その他販売代理店となっております。なのであと それぞれの販売所によってその営業時間、販売時間が決まってますので、その時間内に購入できるように注意してください。でさらにですね、この沖縄周遊パスですね、この1日乗車券、3日間乗車券、2種類あるんですけど、さらにそれにプラス500円するとこの、ユイレールですね、モノレールの1日乗車券がついてくるオプション付きのもございます。このそれぞれ1日券と3日券にそれぞれプラスして、このユイレールですね、沖縄のモノレール、この1日乗車券をプラスしたオプションのもあります。で、これ、プラス500円上乗せする形になります。なのでこれ1日券だと2500円プラス500円なんで3000円、3日券だと、5000円プラス500円なんで5500円で購入できます。3日券はこれユイレールプラスしても、そのユイレールは1日分しかプラスされませんので、そこだけちょっと注意してください。なので1日、こうユイレールプラスするしないはこれは人それぞれだと思いますので、オプションの1日乗車券これつけるとかなりお得感が増すように僕は感じるんですね。っていうのをユイレールの1日乗車券、これですね、なんと普通に買うと1日券800円するそうなんですね。だけどこの周遊パスのオプションでつけると500円プラスでこの1日乗車券が買えてしまうわけなんで、だいぶお得ですね。しかもこの1日乗車券ってすごいありがたいのは、この購入してから24時間以内なんですね。なので例えば、これ1日乗車券、今日私が買ったんですけども、下にですね、この券の下に、切り取る前の状態で、ここにモノレールの駅で駅員さんに見せると、そのこの1日乗車券を、交換してくれる券がここについてるんですけども、それは切り取らずに持ってってください。で、モノレールの駅でその券を渡した時から24時間使えるってことなんですね。例えばこれ今日買ったとして、お昼ぐらいにですね、これを駅に、ユイレールの駅に持ってって、で、これを発行してもらったとしたら、次の日の12時まで、お昼まで、有効になりますんで、なので、例えばこの、今日ユイレール、ちょっとしか乗れなかった、1回しか乗れなかったとしても、次の日その発行した時刻24時間以内だったら、その時刻まではこれまた乗れますんで、これ帰りの飛行機とかに合わせて使うっていうのがこれ一つの手になりますんで、これプラス500円で使える1日乗車券になりますんで、で沖縄のユイレールって片道確かその初乗りで230円とかなんで、なんだろうな、大体その国際通り近くのホテルに泊まってる人は、そこから、那覇空港まではもう270円とかそのぐらい、300円ぐらいかな、そのぐらいで行けるので、なので要はもうこれモノレール2回乗っちゃえばほぼ500円分の元値が取れちゃうってことなんですね。だからたくさんモノレール乗ったり、首里城までモノレールで行ったりとか、帰り空港行くときにモノレール使う人とかは、これ使うとかなりお得に回れます。なのでこの2500、1日券だとしたら2500円プラス500円で3000円で
このモノレール1日乗り放題券と、これが、まあ、バスの方は1日だけなんで24時間ではないんですけど、バスはもうそのこの指定した日付ですね、この日付以内だったら、あの1日中もう終電までこの4社のバスは乗ることができます。なのでこれをうまく使い分けると、だいぶあの移動がお得になります。レンタカーとかで移動しないで路線バスをメインで旅する人は本当にこれおすすめになります。そうですね、あとはその気をつけてほしいところは、その日付指定ですね、あの全く乗らない日を間違えて日付指定しないようにですねしてほしいんですけど、あとはもう本当にこのパスを持っていれば、あの気軽にもう乗り放題なんで、乗り降り自由なんで、なんか本当にもう気の向くまま無計画の旅とかもできると思いますよ。なんかせっかくだからちょっと活煙城市まで行ってみようかなとか、そういったね、思い立ったが吉日っていう、そういった旅もできると思いますんで、本当にこの沖縄を路線バスで旅する人はぜひですね、あの沖縄県民以外しか使えませんが、これでぜひ旅をするとかなりお得に回れると思います。で、まあ多分ね、その僕が3日券を使った時ってまあこういうタイプ形じゃなかったと思うんで、いろいろそのなんだろう、マイナーチェンジしたりとか、いろいろ大幅にねデザインとか変わったりしますんで、あとその利用方法だったり、販売場所とか時間とか、そういうのも全てにおいてですね、いろいろその随時、ね変更になる可能性もありますので、旅行の際はですね各自チェックして、旅に出てください。一応2020年10月現在の情報で、話しております。一応本件の使用は観光目的に短期滞在で沖縄県を訪問される県外在住の方に限ります。本件購入の際、旅券または利用者本人の沖縄県外の在住を証明する書類、お帰りの航空券等の提示をお願いする場合がございますとありますので、なんかその買う時にもしそういうのを提示を求められたら、まあ、なんか免許証だったりそういった旅券とかをですね提示して、購入してみてください。以上、この、子供料金もありますね。6歳以上12歳未満の方が、子供料金になります。子供料金は、それぞれ、大人料金の半額になりますね。まあ、僕もね、今回2回目なんですけど、こういうのを使ってお得に沖縄県本島の路線バスのね乗り継ぎ旅だったり、ノープランのなんかのんびりした旅とかもね、これでだいぶね、楽にできますんで、もうさらに乗れば乗るほど元値が取れちゃうっていうね、もう本当に当チャンネルとしてはね、これ使わない手はないっていうね。まあ、今回の旅では、2000円でどこまで行けるかだったんで、2000円は、全然現金で払いましたけど、帰りはね、こっち使って、いろいろ寄ったりして帰ってきましたんで、こういう使い方もありますんで、沖縄来た際、ぜひね、路線バスでちょっと試してみてはいかがでしょうか。はい、そんなわけで、わじ旅チャンネルでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイニュー。